七ヶ宿ダムは、宮城県勝田郡七ヶ宿町大わ田瀬、一級、河川、阿武熊川、水系白石川に建設されたダムである。国土交通省東北地方整備局が管理する、国土交通省直轄ダムで、包み高90.0メートルのロックフィルダムである。阿武熊川水系のダムでは、すり上川ダムに次いで規模の大きいダムで、宮城県最大のダムでもある。 白石川及び、阿武熊川下流の地水と宮城県中央部への離水を図る特定多目的ダムであり、鎌房ダムなどとともに、東北最大の都市、仙台市の水亀の一つである。ダムによって形成された人造湖は、七家宿湖と呼ばれ、2005年に七家宿町の推薦を受けて、財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖百選に選ばれている。 阿武熊川水系は、阿武熊高地の広範な部分を流域に持つ。中流域には、高来や、忍山、さらに、阿武熊ラインといった狭作部があり、これがスムーズな下水流加疎外の原因となってたびたび、福島市や郡山市は、水害の被害を受けていた。また、下流部の角田市や白石市も、上流からの洪水が押し寄せることから、水害の被害を受けていた。 特に戦後では1947年のカスリーン台風、1947年のアイオン台風、1950年8月豪雨において被害は目を覆うばかりであった。このため、阿武隈川は度重なる河川改修を行ったが、それでもなお洪水の被害は軽減しなかった。このため建設省は1966年に阿武隈川水系を一級水系に指定。 国直轄による総合的な治水整備を拡策した。一方宮城県内では仙台市の人口が急増、さらに1964年には仙台湾沿岸が新産業都市の指定を受けたことで急速に工業地帯の拡充が生じ、上水道や工業用水道の整備が必要となった。このため建設省は1961年に大倉ダムを 1971年には、鎌房ダムを完成させて、仙台市の水需要に対応したが、人口増加は止まることを知らず、このままでは水需給のバランスが崩れ水不足を招くことから、さらなる水資源整備が不可欠となった。加えて、笹西機などで一躍有名となった仙台平野の国草地帯、拡大も農業用水の不足を招きつつあった。 こうした経緯を踏まえ、阿武熊川水系においても多目的ダムによる河川総合開発事業が計画された。阿武熊川本川は水力発電用として、蓬来ダムと忍ダムが建設されていたが、いずれも小規模であり、治水、離水に必要なだけの貯水容量を確保するだけの適当なダム地点は水没物件の点などから存在しなかった。 このため必然的に支流へのダム計画となり、注目されたのが、阿武熊川最大の支流である白石川と、郡山市で阿武熊川に合流する阿武熊川水系、第2位の支流台滝根川であった。1974年、阿武熊川水系の治水、利水基本計画である、阿武熊川水系工事実施基本計画が策定され、正式に、 白石川と大滝根川に特定多目的ダムの建設が決定した。この計画に基づき阿武熊川下流部の治水、利水対策として白石川に七河宿ダムが、郡山市、福島市など中流部の治水、利水対策として大滝根川に三春ダムが着手されたのである。七河宿ダムは1971年より、 予備調査に入ったが、ダム計画が一般に知られたのは1970年のことであった。1973年からダム建設のための具体的な調査を行う実施計画調査を開始したが、建設が予定された七ヶ区町では、住民が激しいダム建設反対の姿勢を打ち出した。七ヶ区町は、古くより交通の要衝として発達し、仙台と山形。 米沢を結ぶ山中七家宿街道の中心地であった。江戸時代には名の通り七カ所の宿場町が置かれ、参勤交代の行列や出羽方面への流通路として、商人が行き交い、大いに賑にわいを見せていた。こうした古い町並みが残る宿場町の中心である、渡瀬集落や原集落、奥剣集落の158世帯、640人が水没、 移転対象となったことで、強固なダム反対運動が巻き起こった。建設省は保障交渉を住民団体と言ったが、町の中心部が水没することで、将来的な生活不安を訴える住民との溝は埋まらなかった。建設省は1978年3月28日、七カシクダムを水源地域対策特別措置法の第9条対象ダムに指定した。これは、 水徳法対象ダムの中で水没世帯数150世帯以上、または水没の地面積150ヘクタールのダムに対し、水没対象住民に対する保証金額のかさ上げや、就業圧線、水源地域のインフラストラクチャー整備や地場、産業育成補助を強力に実施することを目的としていた。これによって水源地域対策として代替住宅地増成や、 公共施設整備、上下水道整備、道路整備、観光施設建設といった現物保障を金銭保障と並行して実施。さらに仙台市など下流受液地から補助金を七家宿庁に水源地域振興基金として拠出させ、地域整備に充当した。こうした内容をもって百七十九年六月十九日に建設省は一般保証基準を作成し、 住民団体に提出、翌1980年8月27日に、住民団体は建設省の保障基準を受け入れて、足掛け10年にわたる保障交渉は妥結した。住民は住み慣れた故郷を離れ、各地に転出することになったが、これにより市日宿町の住民数は減少し2000年の調査で、住民数は2034人と、宮城県内で2番目に小さい町となった。 三春ダム、すり上川ダムダムは1983年11月1日に本体寄港、6年後の1989年には本体工事が終了し、試験的に貯水を行う試験淡水を10月17日より実施した。貯水による異常がなかったことで1991年10月22日にダム工事は竣工し、翌1992年4月13日より、 運用を開始した。なお同時に建設が進められた三春ダムは、七家宿ダムより8年遅れること1997年に完成している。さらに1982年には、阿武熊川水系第3位の支流であるすりみ川に、水系で第3番目の特定多目的ダムであるすりみ川ダムが、福島市に計画され、2005年に完成している。現在は、 この阿武熊川水系の三大支流に建設された山、ダムによって阿武熊川の治水、離水が総合的に行われている。目的は治水と離水である。治水については、洪水調節では1950年8月豪雨を基準とした計画降水流量である毎秒1750トンをダム地点で毎秒250トンに軽減させ、 阿武隈川の地水基準点である岩沼においても、毎秒1700トンの計画高水流量を、毎秒9200トンに軽減させる。不特定離水については、柴田郡大河原町地点において、毎秒6トンの水量を確保し、環境水利県分の用水補給と、河川生態系を保護するための河川維持放流を行う。利水において、考えでは、仙台平野の農地、 約2800ヘクタールに最大で毎秒3.379トンの農業用水補給を行う。上水道は仙台市、名取市、多賀城市、塩釜市、白石市、角田市、岩沼市、富谷市、宮城郡松島町、陸町、七ヶ浜町、柴田郡柴田町、村田町、大河原町、勝田郡蔵王町,町、渡郡渡里町、 山本町の七1十町に日量59万5000トンを供給する。これは人口にすると約183万人分にあたり、宮城県全人口の約77.5%をカバーする。特に仙台市については、鎌房ダムに次いで上水道を供給しており、ダム供給量の44.5%が仙台市向けであり、仙台市は、 水源の22.5%を依存している。工業用水道は、日量55,900トンを、仙台湾沿岸工業地域に供給する。上水道、工業用水道は、白石市にある南部山浄水場より、南北に分岐、北部幹線は、仙台市闇宮城郡、黒川郡へ供給され、南部幹線は、阿武熊川下流に1984年建設された。 阿武隈大関を経由し、名取市、角田市、柴田郡、渡り郡へ供給される。この道水路は、総延長が約 186km の長さであり、この水路を通じて供給された水が、東北最大の都市、仙台の発展を支えている。七ヶ宿湖空雪ダム直下にある小原の材木岩と、白石川勝津大滝ダムによって出現した七ヶ宿湖は前日のように、 宮城県民の77.5%にあたる住民の水がめであるため、水質保全のための様々な施策が図られている。水源地域対策特別措置法によって定められた水源地域振興基金により、仙台市をはじめ、下流樹液地が七か宿湖のクリーン作戦を展開しているほか、上流の水源林を保守、清掃するために、毎年水森人ミーティングを行い、 水源林に炭を散布して水源林の保全を図る。このミーティングでは例年300から400人の親子連れなどが参加している。湖中央部には高さ77メートルの噴射能力がある大噴水が設置されている。これも本来は水質保全を目的に設置されたものであるが現在では観光の一つとして毎年4月から11月まで9時マイナス17。 零々の間、季節や時間によって予想位が変わる噴水の美を楽しむことができる。湖は桜マスや巨大イワナが釣れることで有名であるが、陶器には若サギ釣りも楽しめる。だが、他の故障と同様に近年ではブラックバス増殖による生態系への影響が懸念されており、2006年には七か祝湖の漁業権を保有する白石川漁業。 共同組合七家宿支部がブラックバスクを目的としてはスツリ大会を実施している。湖面は利用申請書を提出すれば利用可能でカヌーを楽しむ姿もよく見かけるが近年水上オートバイの利用者が急増し環境への影響が示唆されたことから現在はエンジンボートと水上オートバイの乗り入れは全面的に禁止されている。ダム棒には道の駅七家宿や 七歌宿ダム自然休養公園があるが、これも水源地域対策特別措置法の周辺整備施策で建設されている。付近には蕎麦屋が多い。周辺には七歌宿スキー場や七歌宿オートキャンプ場をキララの森、小原温泉などの観光地があり、季節を問わず楽しめる。仙台市、山形市、福島市からおのおの1時間程度というアクセスの良さも手伝い。 観光客が比較的多い。直下流には国指定の天然記念物である小原の材木岩がある。高さ100メートルに及ぶデイサイトの中上設理によって形成された断崖絶壁はあたかも材木を縦に立て並べたような佇まいであり、これが材木岩の語源となっている。ところどころに風穴があり、明治時代にはこれを利用して、 剣士を保存していたとも伝えられる。材木岩の側には、浸水公園や休憩所などが設けられている。この材木岩より白石川を5分ほど遡ると、完全に巨大な七下宿ダムの停滞が現れる。地震などで、たびたび崩壊しており、教法16年の地震では、では各藩が、山勤交代の経路を、笹谷峠経由に変更した記録がある。 2005年に起きた宮城県沖地震でも一部が崩壊した。湖の上流には2階滝として知られるナメツ、大滝がある。川幅いっぱいに滑り落ちる激流が見応えあり、滝沿いをあたかも滝を登るように階段で移動することもできる。ダム棒には面積28ヘクタールにも及ぶ七シクダム、自然休養公園がある。 運動広場や多目的広場、フィールドアスレチックのほか、ボートプールも存在し、ウォータースポーツも楽しむことができる。園内には、七か宿の名にちなみ77種777本の樹木が植えられている。ダムへは、東北自動車道、白石インターチェンジから国道113号を山形方面に進むか、山形自動車道、 山形蔵王インターチェンジから国道13号経由で国道113号を白石方面へ進むと到着する。車で仙台市内から約50分、山形市内から約90分、東京都内からは約3時間の所要時間である。公共交通機関では東北新幹線白石蔵王駅もしくは JR 東日本東北本線。 白石駅から七カ宿町民バス七カ宿線、関開発センター行きに乗車し、ダム管理所前バス停を下車すると到着する。ありがとうございます。